はい、皆さん毎度毎度、はい、美容業もね、床屋さんもね、まあ、仕事の内容を見てるとね、なんで疲れるのって思うかもしれないよね。まあ、基本立ってるから疲れるよね。あと悪い疲れだね。神経を使ってる疲れ、集中力を出してる疲れ、緊張してる疲れ、まあ、全部ひっくるめて悪い疲れだよね。まあ、それプラスね、あの重い毛の長いのをね、シャンプーしたとか乾かすのも結構疲れるからね、体力使うんだよね。あ、重い毛乾かすのってね、なかなか乾かないしね。ドライヤーが重いのかって言われると重くはないけどね、何なんだろう、結局乾かないと、まあ、精神的に追い込まれるんじゃないけどね、いつまで乾かしてんだろうっていう、その悪い疲れがあるよね。ストレスによる疲れか。これは男性と女性となんか疲れ方の質が違うと思うけど、まあ、男性、自分はもう男性のことしかわからないけどね、あのやっぱり最近はないけど、集中力が切れた時、まあなんかふっと糸が切れた時なんか髪の毛乾かすとね、ただぼーっと乾かしてるっていうの、これちょっとね危険だよね、暑いってなんて言われたりね。逆にね、ドライヤー離しすぎてね、この時期だと寒いって言われたりね。いや、この疲れね、ぼーっとしてやってるとかで、ちょっとお兄さんと話したんだけど、腕が重いっていうよね、そういう時って。そのパーマ巻く前に何の仕事したかなと思って、縮毛矯正をやってカットして、なんかやっぱり疲れたのかな、精神的に。見てて力が出ないっていう感じだよね。それこそね、体調不良みたいに見えるんだよね。もうそうなっちゃうとね。まあ、そうなったらどうするか。休む、休憩を取る、水を飲む、トイレに行く、何かを食ってくる。女の人はあまりないけど、もしそうなった時は非常に悪い状態だと思うんだよね。男はほら、体調不良とか、なんか調子が悪いのってすぐに行動に出るよね、見た感じね。これもあまりよろしくないよね。だけど、もう具合悪いものは具合悪いんだから、まあ、集中力切れた時なんかぼーっとしやすいしね。男は若い時ってやっぱどうしても気がつくと力出してるんだよね。これが良くないような気するんだけど、もう無意識のうちでさ、100メートル走してるっていうの、まあ、美容業ね、そこまで思いっきり力出さないけど、マラソンみたいに力をね、全力を出し切ってる状態で走り続けてるっていうの、そこへ持ってきて、やっぱり精神的な、なんかカットなんかしたら精神的な疲れだよね。切りすぎちゃいけないとか、お客さん何考えてるかわからない疲れで、その時にやっぱりカットの姿勢だよね、無理な姿勢ね、これも良くないよね。でそんなこと話してたら、直バサミのやっぱり話になると、あんなものは無理な姿勢でさ、できっこないって結果になるんだよね、直バサミなんか。結局立ってやろうが座ってやろうが、腕を伸ばそうが曲げようが、やっぱりいい感じにシザーの角度が決まらないんだよね。無理な姿勢でね、直バサミをやるとやっぱり疲れるし、正確な仕事できるんかなってね、最後そう思うよね。まあそれをやるのがプロだって言ったらね、うん、もう曲芸とかさ、雑技団の世界だよね。だから何回もできないよね、あの変な姿勢でさ、直バサミなんか数回動かしたらもう疲れちゃうよね。これね、直バサミって実際どうなんだろう、やんなきゃいけない作業なのかもしんないけど、できればやりたくない作業だよね。はい、お疲れ様でした。